こんにちは、ちささこです。今日も島づくりの続きをやっていきたいと思います。お、早速どっちに話かけかな。いや、仲良ししてるやん。ペタ暑そうな服着てんな。いや、今日は僕に注目って感じなんだね。おめえ、お話しようや。おめえ、今君が着てるその半袖ワイシャツ、シンプルだけどよく似合ってるよ。そう、今日の服はね、ちょっと半分見切れてるけど、チノパンにシャツと今通知音が。今日はね、このシンプルなシャツとチノパンとこの麦わら帽子でね、めちゃくちゃシンプルにね、ちょっと見えてないけど、そこにあえて下駄を合わせることでね、ちょい和風テイストにしてるんよ。今日の島国の雰囲気に合わせて。君が着るとどんな服でもおしゃれに見えちゃうんだから不思議。僕もそんな風になりたいな。おめえ、なんかくれるわけじゃないんや、ちょっと期待したわ。ということで、お、ありがとう。ということでね、早速地図を見て今日作っていく場所を確認していきたいと思います。今日作っていくのはこの辺り。前回はこの辺りに文次郎のお家周りに沖縄風のレイアウトを作ってみたんですが、今回はさらにその南の方、砂浜も含めたこの辺り一帯に、キャンプサイトを移設して、和風の小物を組み合わせた夏らしいレイアウトを作っていこうかなと思っています。ちょっとキャンプサイトと和風のレイアウトってどういう風に組み合わせるんやって思うかもしれないんですけど、お、ヨガしてる人がいるね話しかけてくれてありがとうね。あの寂しかったん、おしゃべりしよう。島で一人暮らしって自由気ままで楽ちんなんだけど、たまに寂しくなることあるんだ。こんな少人数の島でほぼみんなで同居してるようなもんやん。その時ペットの存在って大きいよね。あたい実家でも飼ってたから、それ含めて安心感を強めに感じるんだ。何飼ってたんウサギが飼うペットってなんやろ、カエルとかかな。新しいペットお迎えしようかな。この島にはいろんな生き物がいるから、どんな子にするか迷っちゃう。あんだよ。あー、なんか虫とか魚とか。なるほどね、じゃあやっぱカエル合ってたかな。あ、っていうか今日バニラをさ、お迎えして初めての動画じゃない。ちょっとバニラに話しかけに行こうよ。バニラ、バニラ、バニラどこにいるかね。さっきちょっと歩いてた時は、おっ、おじいちゃん悩んでるやん。どうしたの。兄弟か、ちょうどいいところに来てくれたな。どうしたの。実はおいら、こう、そろそろこの島を出ようと思ってるんだ。うん、うん、最近マンネリ気味だから、新しい年で新しいことにチャレンジしたくなってさ、うん、ここらで武者修行に出て一から鍛え直そうと思うんだ。男のロマンを感じるだろう。ダメー。あ、待って、間違えた。やば危ねえ。オートセーブ入ってた。え、ごめん、何この生放送みたいなハプニング。ああ、全員集合してるやんああ、びっくりした。大丈夫かな、シンド。ちょっと話聞きに行こう。おー、シンド早速行った。おいっす、世間話でも。あ、よかった、通常通り。その半袖ワイシャツいいな。お前似合ってるんじゃないか。あげよっか、これシャツあげよっか、今脱いで。そういうシンプルな服って結構アクティブに動き回れるんだよ。へへ、ナイスチョイス。え、うん、よかった、いつも通りで。焦ったほんまに焦ったわ。で、バニラ、バニラ、バニラ先広場に。あれ、オープニングはあんまり関係ないよね。あ、家の中にいるじゃん。お邪魔します。いやー、バニラとの生活楽しんでますよ。もう順調に服をプレゼントしていってるんですけど、あれ、今日はジャージ着てるんか。朝から来てくださってありがとうございます。おめえ、お、いつあれ、いつからおめえになったんや。おしゃべりしようや。おめえ、ちさこさん、もしかして何か面白いことがありましたか。おめえそれが面白い。そら良かったですね。なんだか嬉しそうに見えたのでつい聞いちゃいました。バレたバレた。私も嬉しいことや面白いことがあるとすぐに顔に出ちゃうタイプなんです。おめえいやー、可愛いなー。いや、本当にね、
バニラを島で見かけるたびにこうハッとするんよね。あ、いるみたいな。え、バニラやんみたいな。いやー、今日はずっと家にいるつもりなんかな。できれば島クリエイトしてるところ見に来てほしいんやけど。あー、かわいい。ちょっとオープニング今日さらっとしようと思ったんやけど、意外と喋りまくっちゃったな。島クリエイトする場所に行きましょうか。はい、今日島クリエイトするのがこの辺りですね。歩いてみるとこんな感じの広さになってて、で地面の大きさはちょっと狭めなんですけど、今回はこの砂浜の辺り、ちょっとヤシの木が大量に生えちゃってるんですが、この辺もちょっと木のけて砂浜を含めたレイアウトをしていこうかなと思っています。よし、じゃあ早速工事キットをもらったりするところから始めていきましょうか。あの記事頼むで。キャンプサイトよね。お願いします。よし、今回はね、新たに崖を作ったり川を作ったりする予定はないので、もう早速キャンプサイトを移設していきたいと思います。そうですね、この文次郎のお家周り、この辺から写真撮った時にキャンプサイトが干渉してこないようにしたいんですが、どうなんだろう。この崖から1マスとか開けた方がいいかな。この辺から想像してみよう。うん、ここでいいんじゃないかな。オッケー、よし、じゃあキャンプサイトの場所が決まりました。ちょっと邪魔なものをのけていこうか。でこの大量のヤシの木たちは一旦伐採しちゃいたいと思います。引っこ抜いてもね、もう移動する場所がないんだよね。一旦木や岩などの障害物を片付けました。じゃあどうしようかな。道を敷いていくところから始めるか。この文次郎のお家周りにある石畳からキャンプサイトの方向へつなげていきたいんですが、お、文次郎あ、似合うと思ってあげたらワンピースみたいになっちゃった服やあ、でもなんかエプロンみたいになってんな。お話しようあんだよ。おめえパソコンで触ったことあんのかい。もうバリバリよ。パソコンと共に生きてますけど。俺はついこの間ダチンとこで初めて触ったんだけどよ。そういうの弱そうやな文次郎。パソコンってのはあれだな、そもそも専門用語ってのが難しいよな。ダチがマウスでクリックしろって言うんだが、こいつ何言ってんだと思ってよ。そんなレベルなんやクリックは分かれよ。パソコンに繋がってるちっこいやつで画面をトントン叩いたら大当てで止められちゃったなんだよ。よくそんな知識で現代を生きられてるよな。もうこの島から出られへんで文次郎。お、ご帰宅です。こういう瞬間見られるとちょっとテンション上がるよね。道は途中から土の道に切り替えていきたいと思います。よし、じゃあ道はこんな感じでシンプルに敷いてみました。このキャンプサイトの横のこのスペースとか、こっちのスペースも、それからこの砂浜のスペースに家具を置いていく感じですね。じゃあ次に植物を植えていきたいと思います。あ、今チラッと見えたラムネが悩んでる。どうしました？お話聞いてもらってもいいですか？引っ越し？あ、実は私バニラさんと喧嘩になっちゃったんですよ。あら、珍しいね。ラムネとバニラのこんな優しいタイプが喧嘩なんて。どんな喧嘩？ちょっと言い過ぎちゃったなって大反省して仲直りのプレゼントを用意してみたんですけど私できてあげようか。どんな顔をして渡せばいいのかわからなくって、まだ渡せてないんです。あ、引っ込んじゃってすみませんが、私の代わりに渡してきてもらえないでしょうか。おめえ、わかったよ。てめえのために渡してきてやるよ。わあ、なんやろな中身。
注文をつけるようですみませんが今日中にお願いしますね。おめえ、わかったよおめえ。ラムネとバニラの喧嘩か。読んだ本の感想の食い違いとかでめっちゃ喧嘩しそうやな。お、お家にいるね。あ、ごめんなさい。あ、メガネか。おめえにお届けもんだよ。なんやろね、中身。まあ、ポリネシアンのアロハですか。え？ああ、思い浮かぶような、思い浮かばんような。私こういう感じいつもは着ないんですけど似合うかしらおめえ。ちょ、着てみてほしい。じゃあ失礼して、ちょっと向こうを向いててくださいね。全然向かない。あー、これか。どうしよう。どうでしょうかおめえ。あー、あの、やっぱりやめといた方がいいでしょうかおめえ。いや、似合ってるかな。でもイメージと違うんよな。まあでも冒険してみんのもありかな。まあでももう断っちゃったか。あ、もうワンクッションある。ちょっと似合いすぎててびっくりしてた。うん。笹子さんにそう言ってもらえると自信が持てそうです。しばらく着て鳴らしておきますね。おめえ、その無理やり頑張らんでいいよ。いや、これやめときゃよかったか、この服。でもバニラな、体が白いから何でも似合っちゃうんよな。まあいいんじゃない？うん。何やろ、色は合ってるけど顔に合ってないよね。なんか覇気がないからな。まあいいんじゃないか。この住民から住民にあげる服、すごいセンスが問われますよね。似合ってないっていうのもすごい忍びないからな。ついつい肯定してしまうねんな。あ、ラムネ渡してきたよ。あ、バニラさんへのお届け物ありがとうございました。バニラさんの反応はいかがでしたか。おめえ、あ、そうそう、まあ、めっちゃ喜んでた。うん、めちゃくちゃ喜んでたよ。新しい自分発見したって。うん、そうですか、よかった。ちささこさんのおかげで仲直りできそうな気がします。おめえ、仲直りしや、ラムネバニラ。めちゃ視線感じる。では植物を植えていきたいと思います。今回は竹のみ用意してきています。この池一旦潰すか。それから低木も植えていきます。今回低木は黄色いハイビスカスと白いツツジを用意しています。近くの文次郎のエリアに使っている低木が赤いハイビスカスと赤い椿なんですけど、色は違うんですが共通のハイビスカスを入れることでエリアとエリアのつなぎ目が自然になるようにしていきます。ほら、用事済んだ。なんでこんなところにブリキのバケツが。いや、そんな深い意味はないですけど、ダメでした。ま、分かるやつには分かる、現代アートってやつなのかもな。あんだよ。バカにしてんのか。バカにしてます、私のレイアウト。はい、ということでざっくりと植物たちを植え終わりました。まあざっくりざっくりっていつも言ってるけど、これで決定なんですけどね。でね、ここちょっとスペース空けたんですけど、ここに池を作ろうと思います。さっき池がある雰囲気も良かったので、今ね島の中に池がないから、池で釣れる魚を取るためにもとりあえずここに一つ池を作っておこうかなと。よし、池はこんな感じの形にしてみました。うん、まあ、若干釣りはしにくいけど、まあまあまあいいでしょう。じゃあ一旦ね、この移設工事を終わらせてから戻ってきたいと思います。よし、工事終わってるかな。はい、キャンプサイトの移設が完了しました。ちょっとね、家具を置けるスペースはいつもより小さめなんですけど、置きたい家具ね、たくさん用意してきたので、これから和風のねキャンプサイトに飾り付けていきたいと思います。で、早速家具を飾っていきたいんですが、まずはね、今回ちょっとマイデザインをね作っていこうかと思っておりまして、
五座のね前デザインをオリジナルで作っていこうかなと思っています。ということで早速書いていきましょうこのバニラよし。では一旦デザインができたので敷いてみたいと思います。砂浜はちょっと道が敷けないので色味を足すためにもがっつりとこのマイデザインを敷いていきたいと思います。若干チープなデザインになっちゃったからまだ調節しようかなと思うんですけど、とりあえず家具置いてみてからかな。はい、ということでちょっと重なってるような感じで敷いてみました。それから次に柵を立てていきます。砂浜は植物が植えられないのでちょっと寂しくなっちゃうから、この低木の代わりみたいな感じで柵をねどんどん立てていっちゃいます。今回はこの竹垣をねメインに使っていきたいと思います。ふんふんふん、ちょっと多いかな。まあまあまあ、とりあえずこのキャンプサイトの裏側一帯と、それから砂浜の方はこの五座を囲むような感じで柵を立ててみました。それじゃあ大きめの家具を先に配置していこうかな。まずはこの消波ブロックをね置いてちょっと隙間埋めしていきたいんですよね。この消波ブロックをこう木の代わりにするっていうイメージですかね。まあヤシの木もあるんですけど、あんまりたくさん植えるとちょっと洋風になっちゃうかなと思うので、今回はこの消波ブロックで木の代わりにかさ増ししていきます。こんな感じで左端に2つと右端の方に3つ、それからキャンプサイトのちょうど左右のスペースにも大きめの家具を先に置いていきたいんですが、まずキャンプ場の看板、この家具ねここしか使いどころないからな、置きたいですね。ちょっと和風とは違うんですけど。でこの隣に丸太の飾り棚、この棚の上段に敷いてあるクロスの柄をこの唐草模様にしてちょっと和風テイストにしてみました。それからこの唐草模様アレンジの家具もう一つ、このディレクターズチェアのねクロスもこの唐草模様にリメイクしてみたんですけど、結構可愛くない？このね焦げ茶色のフレームとすごい合ってて気に入ってます。うん、これ結構目立つところに置いていこう。それからこの手前のところにはさらに丸太シリーズのこのベンチ、これも置いて、あとそうだな、このベンチの横手前のところに、うん違う違うまたやってる金魚ね、もう何回も登場してますが、やっぱこれがあるとねすごい涼しげに一気に和テイストになるからな、やっぱこれも今回目立つところに置きたいので。こんな感じでキャンプ場入ってきてすぐの場所はまあ休憩スペースというかエントランスというか、まあそんな感じのイメージかな。それからこの左隣、ここはこう作業スペースっぽい感じにしたいので、まずこのかまどのキッチン、これはもう和風でしょう、誰がどう見ても和風でしょこれは。それからこの隣にはこのかまどで使える薪をね2つぐらい置いとこうか。うん、この草地に直接かまどが置いてある感じちょっとおかしいかな。なんか土間みたいな場所ってあれ地面大概土ですもんね。ちょっと土の道を敷こうか。土を敷いてでここに、うん、あ土敷いてやると全然違うわ雰囲気出た。うん、ある方がいいね土。うん、キャンプサイト周りの大まかな家具はこんな感じかな。ちょっと場所も狭いのでねあんまりたくさん置けないんですが、それからこのね砂浜周りも飾っていきましょう。ちょっと今のままだとあまりにもねこの五座の描写の幼稚な感じがもろ見えなので、これをこうカバーしていく勢いで家具を飾っていきたいんですよね。まずちゃぶ台をドンと置いていきたいんですが、うん、それからここ柵のけてこの辺りに
このねキッズテントを今回使いたいんですよね。この白のキッズテント、このねキッズテントの中身のさ、このグレーのボーダーのクッションがすごいなんか嫌なんよな。見えてるのがダサくない？なんか手前に物を置いて隠すとかしようかな。オリエンタルなスクリーンドーンって、あ、いいかもいいかも。ちょっと待ってよ、向きを、おお、半分隠すぐらいで、あー、いいんでない？そうして、それからこの和柄のハンモック、これも目立つところに置きたいんだけどな。これどこに置くのがいいかな。で、こっち手前の方とか、あー、いいかもな。あと段ボールもこの辺に置いて、物で壁を作っていく感じにしたいんですよね。あとなんか今この砂浜にいきなりこういう人工的なっていうか、家具たちだけがポツンとある感じが違和感なので、この低い庭石とかこういう自然物をちょっと入れてなじませていきたいんですよね。こんな感じで岩を配置して、あと座布団も置いとこう。全体派手派手になってきたな。すごいすごいさ色のばらつきがすごいね。このゴザの色もうちょっと濃い茶色にしてみようかな。なんかすごい締まりがないねんな。ちょっとだけ暗くしてみたんですけど、もうちょい、なんかもうちょっと赤みが欲しいんよね。この2つの家具の茶色にもうちょっと寄せていきたいから、いやー、まあデザインは難しいな。さらにちょっと赤みを足してみたんですけど、だいぶ良くなったんじゃない？このさ水色のさ畳の縁みたいなところめちゃくちゃ浮いてるよね。これをちょっと、お、これ真ん中の畳の縁細くしたらなんか急にちょっと幼稚な感じがなくなったような気がする。なんていうかちょっと変化が出ましたね。あ、いいかもいいかも。これでいいや。あ、あらあら、こいつは人をダメにするリスだな。ケツに猫が生えちまってここから立ち上がれねえよ。あ、だよ、お褒めに預かり光栄です。ありがとうございます。大方の家具を置き終わってきたので、小物で飾っていこうかな。こっからまずこの丸太の飾り棚の上にはのランタンと、それから苔玉を飾って、この辺にも庭石飾っておこうかな。この段ボールの上にはこの夜間と、でこのちゃぶ台の上にチャイニーズティーセットと、この竹の弁当箱。なんかもっと広く場所取った方がいいかな。なんか根本的になんか違うんだよな。このキッズテントをもっと端に寄せて、ちょっとゴザからはみ出る感じにして、でこの辺りに物干しロープとツール系の家具を置いて、なんかもっと物で埋まってる感じにしたいな。あとなんやろう、この低木の緑がすごい邪魔してる気がするんだよな。これ低木じゃなくて竹垣とかを持ってきたら、なるほどな。で、この石ちょっと待てよ。あと、この低いついたてとかも雰囲気出るんですよね。あら、ちょっと見えちゃった。ちょっと疲れた。話しかけに行こう。何してんの？そんな、こんな炎天下の砂浜にそんななお尻丸出しで座ったらもうあちあちやで、ほんまに。気付け、やけどするで。実は第一日のうちで今が一番眠くなっちゃう時間なんだよね。あんなよ、わかる。あらちょっと、この、あ、ちょっと座ってくださいよ、文次郎。ここ、
ここで写真撮りたかったのに。あ、でもこの角度もいい感じ。あ、かわいいわ。あ、でどうしようかな、マジで難しいな。だこのさ、土の道の茶色がさ、すごくさ、なんていうのかな、このキャンプサイトの上のこの木の板の色と、でこのゴザの色と、でこの土の道の色がこう、なんていうの、ボーダー状にこうサンドイッチ状にというか、似た色がこう塊でドンドンドンってある感じが、なんかすごい単調に見えるっていうか、なんかメリハリがないんだよな。この道を思い切って違う素材に変えてみようかな。この石畳からつなげて、そのまま石畳にしようかな。わあ、でもこの土の道の上に植えてる植物とかもあるんか。なるほどな。いっそこんなぶっとい道敷かなくてもいいのかな。どう思う？ちょっとマジで難しい。どうしよう。よう、精が出るな。あ、まあ、ありがとうございます。頑張ってます。今日はシンプルにベスト付きワイシャツを着てみたぜ。暑いっすもんね。いや、もうベストも脱いだらいいんじゃないですか。なんだかんだ言ってシンプルが一番だな。落ち着くっていうか、身も心も楽だからよ。あんだよ。いや、シンプルと言いつつこうやってちゃんとネクタイを締めてる組長、尊敬します。みんな遊びに来てるね。このアーチタイルと石畳をこう円形につないでいくやつにしよっかな。ああ、円形の敷き方、なんか飛び石みたいでいいかも。なんかより和風っぽい感じになってる気がすんな、こっちの敷き方の方が。どうでしょう、この方がこっちの道とのつながりもいいし、すごい色がすっきりしたな。うん、多分このエントランスのこの家具の塊をちょっともうちょっとまとまった感じ出すために、ここに逆に土の道敷こうかな。土の道ってめちゃくちゃ言いにくいねんな。毎回噛みすぎやん。うん、こうやって土の道で囲んで、で家具を元通りにしよう。うん、また間違えた。うん、違う。いい。はい。あ、この方がまとまりが出るわ。悪くないんじゃない。この辺にな、竹植えれたら最高なんやけどな。今こうやってこう下から見上げた時にな、この左の方にもちょっと高さのある家具があれば最高なんやけど、いや、ここに竹植わってたらよりバランスがいい気がするな。そしたらだいぶ、あー、これでここにちゃんとテントが来れば、この崖上の文次郎のお家も見えにくくなってだいぶ映える気がする。ちょっとテントありの様子も見たいから、急遽アミーボでちょっとお客さん呼ぶわ。さあ、誰でしょうか。はい、リラさんのアミーボを読み込みました。お願いします。いやー、サンリオのアミーボ買ってから初めて使った。すげえ、生で見るとインパクトやば。あー、いいね、楽しみ。話しかけに行こう。お、いやー、やっぱテントあると全然雰囲気違う。あ、いいわ、大丈夫そう。リラに話しかけてみよう。おお、リラ姉さん。ハロー。ハローキティを組み合わせる住民をこうゴリラに決定した大人、マジですごいわ。良すぎるなこいつ。このな、キティの服の伸び加減とかがな、うわ、この服後ろにリボンついてる。かわいい。わ、この逆三角形が素晴らしいな。お、ダンボールソファーこの島で作ったとしたらどんな感じになるんだろう。ハロー。そっか、アミーボで読んだからこういう展開になるか。じゃあ作ってきてあげよっか。え、作ってきてくれるの、あたいのためにサンキュー。行ってみるもんだね。
待って、段ボールソファー材料ないかも。リラちょっと待っててな、せっかく来てくれたしおもてなししていきたいな。段ボールソファーの材料って、あ、段ボール2個だけや。いけますね。リラのために段ボールソファーを作ってあげよう。うん、リメイクもしてあげよう。作ってきたよリラ。こんなにペロペロキャンディーが似合う住民他に見たことないわ。ダンボールソファー作ってきたよ。これがオリーブグリーンさんのダンボールソファーか。やっぱり味があるよ。いや、リメイクもしたからね。あがいのために本当ありがとう。超嬉しいよ、この笑顔。よかったらお礼にこれもらって。はい、シンプルフリルキャミソールだよ、大事にしてね。来ます、姉さん。あたいこの島には何回も来てもっと魅力を発見したいんだ。だから、おー、またキャンプに誘ってよね。ハロー。ちょっとダンボールソファーちょっと飾ってるところみたいな。おお、いいやん。ちょっと記念写真撮ろう。あ、いいねリラさん。いや、素晴らしい。あ、ごめん、話しかけずに。よしよしよし。じゃあちょっと霜降りも詰めていきますか。あとちょっとこの丸太のスツールの上にこのかき氷機ね、それとこの辺にレトロな扇風機。一体ね、どっから電源持ってきてんねんって感じやけど、まあまあ、 あとこのドラム缶でちょっと色締める感じで、ちょっと濃い色が足りないよな。全体に色がすごい淡いんだよな。もう炎天下の中1時間ぐらい放置してますけど、変な匂いした？大丈夫？あ、ていうかさっきリラにもらったさ、このシンプルフリルキャミソール、うわ、水色や。これペチカにあげよう。これさっきリラにもらったキャミソール、水色きっと似合うよ。着てみ。あ、かわいいかわいい、いいいいいい。ピチカ結構黄色とか赤の服ばっかりあげてたんですけど、水色もいいな、似合うね。めっちゃ夏っぽいやん。かわいい。なんかごちゃってる気がすんねんな。このドラム缶いらんかったかな。テーブルランプも置いとくか。あ、テーブルランプすごい雰囲気出るわ、いいね。あ、あとここにこれ置こう。ウクレレウクレレ、あー、これは雰囲気出る。あ、なんだかんだいい感じなんでない？ちょっとこの竹の弁当箱、これもちょっと茶色系に変えてもっと色まとめていこう。お座ってくれてるやん。ちょっと待って、あの、まだそこにいてな。ちょ、あ、と通れねえ、あ、と通れねえ通れねえ、やべ、こっちの座布団座れねえ。あ、待ってくれないもんね、いつも。分かってた分かってた。うん、竹の弁当箱茶色に変えて、あー、こっちのが落ち着いてていいや。ここでカメラ起動して、で座って、あ、いいよいいよ、あ、いいかもいいかも、うんうんうん。ちょっとヤシの木が邪魔かな。ヤシの木のけよ。うん、奥のヤシの木がない方がだいぶすっきりして見えるかな。あー、あ、全然いいな。あ、ちょっとあとこのもう一つ、この唐草模様のディレクターズチェア、ここにも置いて、ここのビオトープ急になんかきれいめなアイテムになってんの気になるな。木製のバケツにしとこうか。うん、このかき氷機いらんかな。ここにビオトープとかちょうどいいんじゃない？あ、いいわ。こっちのがいいわ。よし、あとは、最後に花を飾って終わりにしようか。お、トムソンガゼルなんか久しぶりじゃない？急に日本語片言になったな。今日は気持ちよく晴れているね。まるで太陽が祝福しているようだ、仲睦まじい僕らを。おめえ急に流暢になったな。
お花はね、一番色を邪魔しなさそうな緑の菊を使っていきます。なんだかんだこの花ばっかり使ってる気がするな。よし、こんな感じでどうでっしゃろか。いやー、まとまるかちょっと不安やったけど、なんとかなったんじゃない？和風とキャンプサイトの組み合わせ。うん、今日はじゃあこんなもんで終わりにしようかなと思います。Me, me, 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 me